はい、皆様こんにちは。中長期株談義の時間がやってまいりました。局長の大内です。どうも。新作ゼルダの伝説の予約が開始されたので、ソフトとアミーボを注文しようとしたら、速攻でアミーボが売り切れて、転売ヤーの初動の速さに苦笑いをしていた F 局員でございます。はい、どうもよろしくお願いします。アミーボまだ人気ですね。すごいですね。アミーボだけはね、初動で買えないとね、なかなか次の入手が難しいんですよ。もう多分専用プログラムっていうか、ボットというか、こう使って買わないといけないんでしょうね。いや、まあちょっと高くお金出せば買えるんですねえ、それをしちゃうからみんな転売するんですけどね。のアミーボ1体2000円ぐらいで買うのはもう難しい、うん、はい、といったところで今日は任天堂のお話をしていただけるということで、本日の日経平均月足でございます。2月ももう中旬に入りかけでございます。そうですね。3月決算期で日経平均的には2万7000円後半から2万7500円ぐらい、直近2年間のまあ中値圏にいるという状況です。 F 局員のポジション更新状況でございます。年末にね、私わらわらわらとね、追加でいろいろ買っちゃったんです。ああ、買っちゃってた。いざ冷静に見たときに、あ、ちょっとペース早すぎちょっと調子に乗っちゃったなっていうので、ここに来て2万8000円目前だったんで、比較リバランスしようかね。下3銘柄、宇部とキユーピーと大塚ホールディング、これ一応全部含み益だったんで、あ、なるほど、さよならします。 JAL 決算ダメだったんですよね。そうですね、残念。前回か前々回の動画で語ったんです。プラ100株追加で買います。逆に買いましたね。岡村さん、オフィスチェア銘柄の岡村さん、400株、チャンス来たら買うよって言ってましたからね。もうチャンスでした。なんかね、決算ダメだ決算ダメってチャンスですもんね。新規で入る側はチャンスなんで、合計がマイナ109万円ぐらいの売買代金、総ポジションから100万円ぐらい減です。本題に行きます。なぜ任天堂の話。そうですね、どうして決算が出たんですけど、はい、私保有中銘柄でございます。昨年のね、12月に調子に乗って勝ったって言ってる調子に乗って勝ったの。12月に入ったのが、この任天堂1個入ってるんです。で、もともと分割したら入るって決めてたんですよ、ずっと昔から。あ、はい。で、まあ分割終わって入ったタイミングがこの12月。私中長期株5年生です、はい、まだまだ新人ですね、まだ小学生ですね。基本的なおさらいでございます。時価総額7兆円前後、時価総額ランキングでいくと15位、まあ株価の上下で前後していくんですけど、15位前後をうろうろしていく、話題性ヤフー掲示板12位で、ピーク時はね、なんか3位とか2位ぐらいまで上がったのを一瞬見たんですけど、今朝見たら12位です。ちょっと落ち着いたのかな、決算ショックがね。業務的にはゲーム関連で、ね、もう誰もが知ってる代表作マリオ、スプラトゥーン、ゼルダ。 F 局員の印象がまあ老舗で、まあいい会社だなとは思ってます、まあ、鉄板銘柄。業界比較で、まあ任天堂といえばまあソニー、まあ、ソニーって別にゲームだけじゃなくて保険とか銀行とか、ね、イヤホンとかいろいろやってるじゃないですか、なので、まあ、比較対象としては、一部門との比較になっちゃうんですけど、まあ、ソニーの方が、まあ、圧倒的に時価総額も大きい。売上も圧倒的に大きい。で、まあ、部署的に行くと、ちゃんと任天堂は戦えてます。で、あと、カプコンとスクエアエニ。これは、まあ、どっちかというとソフトメイン。そうですね。私持ってる光栄テクモがね、このバフェットコード、検索、これ、出てこなかった。光栄テクモはもうゲームという枠じゃねえぞという勢いなんでしょ。いや、そういうことじゃないと。まあ、いろいろあんの。そうですね、みんなそれぞれね、スクエニだって出版というか、なんかいろんなのもやってたりしますし、単純にゲームだけっていう会社が。ゲーム単体だけでやってるっていうのはもう少ないです。そうでしょうね。決算発表でございます。ドキ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 。ありました。ニュースがね、3つほどちょっと、ピックアップしたので、サクサクサクといきたい。決算ニュースその1、はい、任天堂スイッチ累計販売台数が 1.2 億台でゲームボーイ超えでございます。あ、おめでとうございます。ソニーグループのプレイステーション2を抜く可能性が出てきている勢いでございます。あ、そか、プレイステ2ってそんな、これよりさらに多いんだ、すごかったんだ。2つ目決算ニュースでございます、はい、
任天堂従業員給与 10% 引き上げ、うん、素晴らしいですね。もうユニクロあたりからねどんどんみんな給料上げるっていうのは続いてますね。大きな会社から上げていかないと ね、 ね3つ目本題です、はい、通期同利益を従来予想の5600億から5200億円、まあ、7.1% 下方修正、減益率が 22.5% に拡大するみたいです。これカブタンさんのニュース、今期の年間配当を739円から726円になる、減っちゃったなんですけど、うん、まあ、下方修正の減、年間配当739円726円になってマイナス13円、でこれ株価逆算するとね 14% なんです。株価が5500円とか6000円になって、うん、はにゃってなったんですよ、うん、なんでそのめっちゃ増えてんじゃん。で原因をちょっと調べてさ、任天堂のホームページに行ってみたんですけど、うん、ちょうど分割を挟んでるので、ああそういえばそっか、中間決算の時は10倍の金額で、うん、今回が10分の1の金額になってるいうのでややこしくちょっとなってる。あ、そうか。下が去年。去年のね、中間と期末。分割前。で、上が分割後なんです。で、しかも期末だけ分割後なんです。そうですね。こっちは分割前の価格なんですね。そうなんです。だからちょっと面倒くさくなってるんですけど、うん、期末だけの配当を見ると、1410円だったんですよね、去年。あ、そうですね。はい。今年が96円。で、10分割なんで、うん、141円が本来正しい。ああ、まあね、同じ基準で言えばね。っていうことは45円減ってんじゃねえ。そしたら随分なんか減った印象ですね。そうなんです。結構減ってるぞ、これ。うん、かなりえぐいぐらい減った感じがしますね。いや、もう、あれです。社員を大切にする会社です。スタッフ大事なんですよ。いいことですね。いや、ちょっと待ってください。勝手口置いてけぼりじゃないですか。持ってない人はいいこと、いいな、会社だな、任天堂って言うけど。いや、まあ、いい会社だとは思うんですけど。まあこういう状況になって分割したことによっていろいろ変えやすくなったんじゃないかっていう、うん、まあ私の下水読みなんですけどこれ株価年足でございます。まあ高値圏からちょっと落ちて、まあ、7000円突破するのかな、うん、集まれ動物の森とかがめちゃ売れて株価ぐんぐん上がっていったんですよ、うん、巣ごもり需要とかね、この辺がね、うん、で過去最高株価超えるのか超えないかっていう時代があって、まあ超えなかった、うん、まあ残念ね、うん、で今5200円ぐらい、決算直後の下げ具合こちらです。5600円前後で推移してたのが5200円までカクンと、うん、まあ、初動2日でマイナ 10% 程度下げた、はい、いやなんか日経平均寄与度そこそこあったん、任天堂とどっかもう一個ソフトバンクだったか、確かソフトバンクですね、と、なんかお前たち2社足引っ張ってるみたいな、まあ、いろんな記事で書かれてました、はい、これちょっとおまけなんです。信用倍率的な売り圧どのぐらいあんだっていうちょっと見てみたら、ヤフーファイナンスのこれ表なんです、うん、まあ、900万株ぐらいの改ざんがあって、株価5000円だと見たときに450億円で、これでかいのか少ないのかってなんかね掲示板見たら結構あるみたいな人もいるし、私から見ると出来高の3日分程度なんで、まあ売り圧としては大したことねえんじゃない。信用改ざんから見た時の売り圧、 F 局員の任天堂ダメージ当然 10% 私もやられてるんで、まあ、うん、ちょっと含み益だったやつが叩き落とされて、まあ 7% やられぐらいになって、でもねやっぱり決算期なんで他に頑張るやついるんですよ。ああそうですね、テレビ東京ホールディングプラス 10% 上げでも、他の銘柄でちゃんと補填がされている、まあ分散あり、 F 局員の今後でございます。まあ任天堂に対して今後どういうスタンスでいくんですか、うん、もちろん含み損は損切って仕掛け直して買い直します。なるほど。で買い増しして一応ちゃうんですね。あくまで一応ですよ、一応長い付き合いを目指して一応ですよ。なんでしょうね、この一末の一応っていうのは。それはこれから。これから。任天堂をね、はい、今後の注意点、まあ、考えるわけじゃないですか。要は決算が悪くって、うん、さよならするチャンスなの。もう任天堂さんさよならと、うん、もっと安くなったら買いますねっていうチャンス。はい、だからみんな売るわけですね、うん。でも買い増したりとか買い直したりして、まだ付き合う、私はね、一応。うん、したときに注意点がありますよ。まあ、世界とか日本経済、まあ、これからどうなっていくんですか。いうのはまあちゃんと注意しといた方がいいです。で次、時価総額的にはもう天井なんです。から爆さらに増えるっていうこ
ことはなさそうと。約、まあ、時価総額で7兆円前後ですけど、でかい。日本の時価総額ランキングで見ると、まあ、15位前後、まあ、ほぼトップクラスですよね、はい、なのでもう天井圏、こいつ単体だけでぐいぐい伸びていくようなそういう世界ではもうない、ね、ゲーム業界っていうか、まあ、アミューズメント系なんですけどね、これ業界も、ね、かなり市場規模がだいたい固定されてきた。火星人とかが来たら火星人買ってくれるかもしれないもう結構世界にも売ってるんですよ。これ以上売れるのかっていうとちょっとね、難しいかな、確かにね、はい、で敵も最近 PC ゲームが結構人気だったりする。あ、そういうのだからその辺もまあ結構こう注意点としてある。まあ、あとはよく言われるのは YouTube や TikTok とかそういうのに時間取られるとか時間を奪われるとかで取られるってありますよね。だから一応任天堂という安定銘柄の崩れが怖いだけの状況、うん、そうか。基本ね任天堂って注意点しかないんですよ今これだから安定してる。そうなんですよ、うん、そうなんです。今まあ決算が悪かったって言っても、うん、一応安定してる。まあ別になんかもうダメだみたいなものではないですね、わけではない。なので基本注意点しかないような状況の銘柄でございます。こちら日経平均との年足比較、左が任天堂で右側が日経平均、真ん中2007年8年、リーマンショック前に任天堂がなんかグイグイ伸びた時期、日経平均に比べてでリーマンショックで落ちたで、アベノミクスで復活して日経平均も復活して、コロナショックでコロナ需要の勝ち組だった。ああそうでしたね。なのでコロナ後にちょっと伸びて日経平均に比べて、でも完全日経平均と連動でございますそうですね、もう年足で見るとほぼ連動、かなり係数高いですね。上がったり下がったりのリズムが完全に似てる。ただなんかグリーンに一回こう倒されそうになったとか、そういう噂あったけどグリーン、そうですね、俺任天堂の倒し方分かったって言われた頃ですかねあれなんかグリーンの社長が言ったんじゃなくて、面接官がちょろっとなんかそういう冗談言ったみたいです。あ、そうだね。グリーンの社長はいやそんな俺否定するのもバカバカしいよみたいな思ってたらしいそうですね言ってねえし、うん、で時価総額的に見た時に、これ現在の時価総額、はい、これ上位8位を出した任天堂は7兆円ぐらいで、この下にまあいるわけです。そうですね、ちょっと株価が上がれば8兆円9兆円ぐらいいくんです。ああまあこの辺にね、うん、でもうそこからさらに上に行こうとすると、うん、もう上突っかえてるんですよまあ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 、こういう時価総額状況だから任天堂だけがクイッと伸びて、うん、っていうことはちょっと考えにくい状況かなと勝手に私は思ってます。客観的な意見を言わせていただくと、任天堂だから勝ってます。先が明るいとかそういうわけじゃなく、任天堂以外なら買わないです、はい、他探します。うん、まあ、分割でね買いやすくなったから買ったら、まあ、ただまあファン銘柄なんですね、私のカテゴリー内で、ね、そうですね、前はもうね、だって今の10倍の価格でしたからとっても買えなかったけど。そうなんです、あんなポートフォリオに入れるとバランスが取りにくいんです、うん、1銘柄500万円ってなると20分散すると、なんか中長期株2億ですみたいなでハフハフすると4億いりますみたいな、なんかそんなになっちゃうんで、とてもじゃないですけど入れられない。なので分割にすることによってちょうどまあ分散的には入りやすい銘柄になったので入ってる。ただ大きな比率で入るのかっていうと、私のポートフォリオの中では一番低い部類の比率入りでございます。これ局長が任天堂買おうと思ってんすけどって言ってきたら、うん、ファンだったら買ってもいいけどファンじゃないんだったら買わない方がいいですよ。え、いいんですよ。まあそうでしょうね。ただ任天堂が悪いって言ってんじゃないんですよ。安定してるんですよ、うん、ある程度、うん、もう鉄板的に、はい、でもそれしかない局長の感想どうですか。感想としては、あ、任天堂はまあ分割したから買えなくもないなと思ってたけど、特に買う理由もなかったんで見てなかったんですよね。それでなんか今回決算で下がったってちょっと賑わってたからええー、と思ったけど、な、言うほど下がってないしなと思いながら見てたんですよ。言うほど下がってないんですよね、うん、これがまず、ね、やっぱね最近、まあ、イザナミので株プラスのデータ入れて検証とかできるようになったから見てたんですけど、配当でかい銘柄下がんないですね。下がんない。うわ下がったとかって見に行ったら、えそんなもんみたいな
そんな程度で、まあ、配当ある銘柄の底堅さっていうのは。ただね、短期戦略って、結局時価総額の大きいやつに行くと、1仕掛け大きくいかないと利益取れないじゃないですか。うん、はい。要は時価総額の低い銘柄行くと 10% 15% 上げる銘柄ってゴロゴロある、うん、ありますあります。それだとちょっとした金額入ってもそこそこリターンあるし、うん、はい、だから短期はそっちの方を狙って、うん、やっぱ中長期は時価総額大きすぎない銘柄が私はちょうどいいかなって思う、うん、あと任天堂といえばやっぱり株価を動かすのは時期ハードですよね、うん、時期ハード。昨日ね、任天堂ダイレクトソフトとかいろんな、これからこんなん出しますよ、こんなことしますよみたいなことを説明する動画が上がるんです。で、ハードの情報がなかったんですよ。あ、なかったんだ、まだか。あれが出てるとね、株価ポンと上がってたかもしれない。ね、そうですよね。だから新しいハードの方が売りやすいです、ね。まあ、売りやすいって言うと、いや、そんなことないよって言われますけど。当然ね。なんでしょう。今、任天堂スイッチってもう1億台売ったっていう話あるんです。もう1億台売ろうとすると大変なんですよ。あ、今からスイッチだけをもうプラス1億。でも新しいハードを作って1億台また売るっていうと、また売れるんですよ。いや、それはいける。切り替えタイミングって大事ですよ。任天堂って良かったハードの次こけること多くないですか。そんなこと言わない。まあ、上を曲折ありますよ、時代時代。ね、あるから。となると今買うよりはもっと下がったからどこで狙って買った方がいいのかな、株価は。テクニカル的な話なんですけど、はい、コロナ安が任天堂が3500円近辺ですね。ああ、この辺ね、この地下ね、日経平均でいうと1万5000円あたり、はい、それのちょい上ぐらい、4000円前後まで来るとかなり買いやつ、私頑張って買おうかなって気になります。今の5000円近辺だともうちょっとしょぼく言っとこう。4000円来たらこう、うん、いや来たわ、うん、ウェルカム来たよ、割安って感じがしますね、ここまで来るとね、うん、まあその時の状況にもよりますよ、うん、その業界風とかいろいろな風があると、うん、最後に、うん、任天堂持ってるんで適当な話散々しましたけど、あの何の根拠もないので、私中長期5年生で株価分析とかあんましないんですよ。もうテクニカル派の人なんで。そうか、そうですね。最近の動画見てるとファンダ派の気持ちになっちゃいましたけど。いやいや、全然ファンダ目線してないですよ。してない。まあ業績悪くないか、配当どのぐらい出てんだ、配当成功どんなもん、その程度しか見ない、時価総額。かなり適当な話でございます。なので私が言ってたとかっていうのをまあ鵜呑んで、まあ任天堂良くないとかいいとか悪いとかっていうまあ判断はまあご自身で勝手にやってください。はい、といったところで、今回任天堂のお話をお送りしました。またね、中長期情報でね、面白いの見つけたらお送りしていきますので、どうぞお楽しみに。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。このチャンネルは株システムトレードソフトイザナミのスタッフがゆるーく運営しております。詳しくは概要欄記載の URL から。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。